豊橋市立八丁小学校は、愛知県豊橋市八丁通り五丁目後にある公立、小学校。豊橋市街地の中心部に位置しており、周辺には、東三河県庁、吉田城、豊橋公園、豊橋市公会堂、豊橋市役所などがある。南側には、中央部に、豊橋鉄道、東田本線の路面電車が走る、国道1号が通っており、 最寄り停留所は東八丁停留所である。学区には祖父母、両親と共に三世代で暮らす古くからの家庭も少なくない。1934年には鉄筋コンクリート作り三階建ての校舎が新築された。太平洋戦争中にはこの校舎が機銃装者を受けている。戦後の1946年10月21日には、 昭和天皇が豊橋を行行し、八丁国民学校が便便に選ばれた。豊橋駅や豊橋思考街道から近いことから八丁国民学校が選ばれたとされる。昭和天皇は各学年の教室を見て回り、児童とは家は焼けちゃったの焼けちゃいました。あ、そうなどという会話を交わした。1947年の児童数は1142人。 1957年の児童数は1129人を数えた。1967年には753人、1977年には487人、1987年には368人、1997年には274人となった。1986年8月には老朽化していた西校舎を解体し、 1988年3月には体育館、音楽室、図工室などが竣工した。2003年度には同窓会の支援によって図書室が整備された。ありがとうございます。